縁側の三人の遊女、井出たちから横浜のラッシャ面であろう。彩色写真1885年、アドルフォ・ファルサーリは明治時代に横浜を拠点に活躍したイタリア人の写真家、ファーサリ、ファサリとも呼ばれる。彼はアメリカ南北戦争に参加するなどを短期間軍務に着いた後、実業家、商業写真家として成功を収めた。当時彼の写真、 特に彩色肖像写真と風景写真は高く評価され、外国人居住者や旅行者の間で評判となる。ファルサーリの写真は本や観光物などで広くるフし、時には他メディアのアーティストによって再現されることもあった。それらは日本の人々や景観に対する外国人への印象に大きな影響を及ぼした。ファルサーリの写真スタジオは、 日本で外国人が所有していたスタジオとしては過去最大のもので当時の日本では最も大規模で数多くの作品を発表している。ファルサーリの正確な技術水準と事業家としての手腕は日本の写真技術工場に多大な貢献をした。ファルサーリはロンバルドベネト王国のビジェンツァに生まれた。1859年にイタリア軍に参加し、 その後1863年にアメリカに移住した。アメリカで熱心な奴隷制度廃止運動家となり、南北戦争終結までニューヨーク州の北軍義勇気兵軍の一員として従軍する。彼はアメリカ人と結婚し二人の子供を設けたが、1873年に離婚し単身で日本へ渡った。日本では横浜を活動拠点とし、 EA サージェントとパートナーシップを結び、サージェント・ファルサーリー商会を設立する。この紹介では、喫煙具、文具、名詞、新聞、雑誌、小説、日英会話本、辞書、ガイドブック、観光地図、日本の観光写真などを扱っていた。これらの観光写真の撮影者は伝わっていないが、ファルサーリー自身は、箱根の宮の下温泉、 横浜などの観光地図を作成している。その後サージェントとのパートナーシップを解消し、彼はファルサーリー紹介を設立する。この紹介で、キーリング、S ガイドツージャパンという日本の旅行ガイドブック、外国人旅行者のための日本の単語、セイク集を自ら執筆、出版した。1880年7月当時、この紹介は、 旅行本を最も多く出版した会社であり、日本の旅行ガイドブックを最初に出版した会社であった。1883年にファルサーリは商業写真の分野へも事業を拡大すべく独学で写真術を学び出した。1885年には日本人写真家の玉村光三郎と提携し、シュテルフリートアンデルセンスタジオを買収。 15人の日本人従業員を雇い入れた。このスタジオには1877年にフェリーチェベアトが撮影した写真が残されていた。ファルサーリと玉村とのパートナー関係がいつまで続いたかははっきりしておらず、数年後にはお互いに競合する関係になっている。ファルサーリは1885年にさらに事業を拡大しており、デイビッド・ウェルシュの 横浜写真紹介が倒産した時にはその建物を買い取って移り住んだ。この頃には横浜だけではなく、神戸と長崎にも代理人がいたと言われている。1886年終わりには、ファルサーリーと中国人写真家のトンチョンの二人だけが日本で活動していた外国人商業写真家で、そのトンチョンも数年後に日本を去ることとなる。 1886年2月に火災が発生し、所蔵していたネガがすべて消失してしまったため、その後ファルサーリーは5ヶ月にわたって、日本中を旅し、新しい写真を撮影している。1887年にスタジオを再開し、1889年には1000枚を超える日本の風景写真や風俗写真を所蔵していた。巻きアルバムカバー、1890年シティルフリート、 アンド・アンデルセン・スタジオの買収により、ベアトとライムント・フォン・シティルフリートの業績を引き継いだ、ファルサーリは写真集も手掛けるようになった。彼のスタジオでは、モノクロのケーラン氏写真を人工再色したものをアルバムに仕立てて販売した。これらのアルバムのページは、手作業で装飾されており、綾織や、象下、真珠、金などを用いたき絵や、 ラデンザイクのカバーで閉じられていた。ファルサーリは、その当時よく見られたように写真に説明書きをつけ、ナンバリングし、時には黒字に白文字でこれらを書いている。ファルサーリは、在留外国人と外国人旅行者に、これらのアルバムを多く販売している。彼は、1日あたりに3枚の彩色写真を、高品質で仕上げることができる熟練した職人を、雇っていた。ファルサーリは、 写真の彩色が実物そのままで最高の素材を使用して彩色されていることを保証しており、それらは高価であったが顧客から高い評価を受け、1889年に横浜を訪れたらドヤード・キップリングにも絶賛された。また、この年にファルサーリは豪華な負けアルバムをイタリア王に献上している。1890年代には彼のスタジオの評価は 日本の皇室古領地の撮影権を独占するまでに高まった。ファルサーリ紹介では将来見込みがあるとみなされた彩色職人はファルサーリー自身から面接を受け日本画の技術に精通しているかどうかを確かめられた。紹介に雇われると数ヶ月の賃金なしの使用期間を経て正式に賃金を受け取るようになる。ファルサーリーがその仕事ぶりに満足するにつれて 職人の基本給は着実に上がっていった。有能で真面目な職人は、当時横浜にあった他のスタジオの倍の報酬を得ており、日曜日に仕事をすると、さらに倍の日給を得ることができ、その他にも定期的なボーナスや贈り物も受けていた。このような金銭的な交代偶の一方で、ファルサーリは彼の姉妹にスケジュールを守るためには、職人たちを怒鳴り、ののしり、 時には殴りつけて、やる気を出させなければならないと書いた手紙を出している。1891年までに、ファルサーリ紹介は32人の従業員を雇い入れており、そのうち19人は、再色職人であった。月金を引く、女性、再色写真1886年1885年に、ファルサーリーと日本人女性との間に、引くという名前の娘が生まれているが、 この女性と正式に結婚したかどうかは分かっていない。当時の彼の書簡によると、遠征家のように暮らし、仕事とは関係のないごく限られた人々とのみ、交際していると書いており、彼のイタリアへの暴挙の念がますます募っていたことを表しているとされる。彼はアメリカに移住した時に失ったイタリア市民権を回復しようと試みており、さらに騎士階級になり、 イタリア貴族階級の一員ととなることを望んでいたファルサーリのこういった希望が叶ったかどうかはよくわかっていないが1890年に彼と彼の娘は日本を離れイタリアに向かっているその後ファルサーリは1898年2月7日に故郷のビテンツァで死去した1890年にファルサーリが日本を離れてからもファルサーリを 名目上の経営者として横浜のスタジオは存続し、1901年以降は数人の日本人が経営者となり、1906年までは会社として登録されていた。その後も少なくとも1917年まではスタジオとして活動していたが、1923年の関東大震災の被災によりその歴史に終止符を打つこととなる。ファルサーリは、 日本で外国人が所有していた最後の著名な写真スタジオとなった。ファルサーリは写真について姉妹に当てた書簡に写真を撮るということは単純に機械的なことだと書いている。写真家として自分の作品を評価するにあたり、私には写真の教師はおらず、すべて本から学んだ。必要な機材はすべて購入し、誰からの助けもなしに現像し、撮影した。 そうして私は他の人々に教えることができるまでになったのだと彼は述べている。もちろん、ファルサーリンは独自の孤立した活動をしていたわけではない。1860年代から1880年代まで、ファルサーリ同様横浜で活動していた多くの外国人、日本人商業写真家たちの写真やその作風は横浜写真と呼ばれるようになる。ファルサーリやベアと シティルフリーと、玉村幸三郎、草壁金平、小川和馬、内田九十一といった写真家は、その構成や着色において、西洋的写真技術と浮世絵などの日本の伝統芸術との融合を主眼とした作品を生み出した。これらの写真は、明治時代の日本、そして当時の日本人に対する諸外国の印象を構成する重要な要素となる。興味深いことに、 これらの写真は日本人が自分たちの国を見つめ直すきっかけにもなった。鎌倉高徳院の大仏、彩色写真1885年から1890年、さらにこういった写真を通じて、各国の写真家が自分たちが興味を持った日本の風景や、それまでほとんど意識されていなかった諸外国からの日本人に対する関心を引き出すこととなった。 当時から今に至るまで有名なモチーフは、鎌倉高徳院の大仏像や、かつては、廃館が制限されていた、徳川将軍家霊廟の日光東将軍である。ファルサーリをはじめ19世紀の商業写真家たちは、被写体の主題を選定するにあたって二つのことを意識していた。それは、日本の美しい景観と、そこに暮らしている、人々の風俗風習である。 これらの主題は日本に対する外国人の趣味思考に合わせて選ばれた。写真家の個人的な美意識、好み、思い入れとは関係なく、単に実利的な理由からであった。写真制作には金がかかり、当然ながら購入するにも金がかかったのである。1870年代の日本では、肖像写真の価格は撮影されている人数で決まっており、一人当たり2分で、これは、 当時の熟練した職人の1ヶ月分の給金とほぼ同じである。このような高価な価格であったため当時の日本人で購入するものはほとんどおらず、顧客のほとんどは植民地行政官、宣教師、貿易省、軍人といったヨーロッパやアメリカ出身の外国人居留者であった。その後1870年代初め頃には観光客も顧客となっている。 観光客にアピールするために、写真家たちは撮影の際に不自然な演出を行う、ことがよくあり、特に日本の風俗と風習を撮影した写真にその傾向が強い。京都、祇園町、彩色写真1886年横浜、単語の節句、ルイジュール・デュモラン、油彩1888年1885年に、チャールズ・ J.S. マーキンは、日本旅行記である。 ラント・オブ・ザ・ライジングさん、ビーイング、映像とアカウント・オブ・ジャパンザ・ジャパニーズの中で、ファルサーリーの写真をもとに描かれたイラストを使用している。写真性反技術がまだ発達していなかった時代には、写真をもとに絵画やイラストを描くことはごく一般的なことであった。画家、漫画家であったチャールズ・ワーグマンは、友人で時にはパートナーでもあったフェディ・チェベアとの写真から、 多くの絵を描き、イラストレーテッドロンドンニュースに寄稿している。写真とその写真をもとに描かれた絵画との関連性は、公にはされなかったことも多かった。フランス人画家のル・イジュール・デュ・モランが1888年に描いた横浜・タンゴの節句という油絵は、ファルサーリの写真の京都・ギオン町から多くのモチーフを持ち込んでいる。この絵は京都を撮影した。 ファルサーリの写真に非常によく似ているため、現在では、題名の地名が変更され、京都の恋のぼりと呼ばれている。撮影技術が発達し、誰でも写真撮影ができるようになる以前は、ファルサーリのような商業写真家は重要な出来事や、風景の記録者として非常に大きな存在であった。1899年までの日本では、彼らのような写真家は特に重要であった。 明治政府が外国人は日本国内を旅行する際には通行許可証が必要であるとしたため日本で活動する商業写真家は逆にその通行許可証を用いて立ち入りが制限されていた場所にも入ることが可能で貴重な写真を撮影することができたのである。しかしながらファルサーリは1889年には横浜を訪れる旅行者のおよそ半数は 素人写真家だろうと予想し、素人写真家の数が増えることによって、商業写真のビジネスが大きな影響を受けるのは明らかだと考えた。ファルサーリは、こういった素人写真家に自分のスタジオを訪れさせ、何とかして商品を売るために暗室を開放し誰でも使用できるようにした。主観の娘、彩色写真1880年代19世紀の写真家たちは、 入手した他人の写真を自分の作品として販売することが頻繁にあったため、現存する写真がファルサーリの作品かどうかを識別するのは困難である。このことは様々な商業写真家同士の在庫やネガのごくありふれた交換によるものかもしれず、フリーの素人写真家が複数のスタジオに自分の写真を売ったことによるものかもしれない。現在、 ファルサーリの作品だとみなされている写真が、実はベアとシュテリフリートアンデルセンスタジオ、あるいは草壁の作品という可能性もある。主観の娘と呼ばれる写真は、ファルサーリ、シュテリフリート、草壁など様々な写真家の作品と言われており、はっきりしていない。ファルサーリ紹介は、その活動期間を通じて、日本の写真技術が、 外国の写真家に密接に関係しその影響を受けていた初期の時代から日本が独自の写真技術を確立するまでの時代という日本の写真技術発展の転換期に大きな役割を果たした。最初期の写真家たちに続いて優れた機材の使用、美術品とも称されるアルバムに収められた洗練された写真、スタジオの作品の販売を促進するファルサーリ独自の 観光客に向けた出版物などにより、ファルサーリ紹介は日本における商業写真の発展に著しい貢献を果たした。当時、ファルサーリ紹介の作品は高い評価を受け人気を集めていた。キプリングの賞賛だけでなく、自身写真家で多くの写真技術に関する著書を持つ、ウィリアム・ケーバートンは1887年に、 ファルサーリの作品以上に優れた彩色写真は今まで見たことがないと評価している。同年、ファルサーリの作品に対する賞賛の記事が、フォトグラフィックタイムズアメリカンフォトグラファーに掲載され、技術的にほぼ完璧であると記述されている。さらに、以前は全くアメリカ人に馴染みがなかった日本人の生活描写や日本の自然の美しさに対する印象を喚起する。 点において芸術的に調和が取れているとしている。一方後年には異なった意見が出された。1988年に芸術、写真の歴史家であるエレン・ハンディはファルサーリ紹介が大量の風景写真のアルバムを出版したことでよく知られているが写真の品質と人工彩色の精緻さについては全く考慮していないと述べている。 アジアでの初期写真技術の専門家であるテリー・ベネットは、ファルサーリの作品について、調和しておらず、ベアとシュティルフリーとクサカベラの写真に見られた優れた特質を書いているとしている。ただし一方でベネットは、ファルサーリが熟練した職人を雇用、最上の紙を使用し、驚くべき彩色写真を制作したとも書いている。歴史家のセバスチャン・ドブソンは、 ファルサーリの作品が持つ芸術的、歴史的な意義は長期にわたって再評価を繰り返されており、その過程で旅行者向けのキッチュであるとして忘れ去られたこともあったし、19世紀に西洋で流行した異国趣味に迎合したものであると考えられたこともあったとしている。現在、ファルサーリの写真とアルバムは多くの美術館、個人コレクションに所蔵されている。 2004年にはボストン美術館で彼の作品の特別展が開催された。ありがとうございます。